太白区の仙台南警察署から最新の情報を伝えてもらいます。鈴木さん。はい、逮捕された尾張容疑者が取り調べを受けている仙台南警察署です。警察によりますと、尾張容疑者は取り調べに素直に応じているということです。捜査関係者によりますと、尾張容疑者は規制を発して一人目の女子中学生を切りつけた後、逃げるもう一人の女子中学生を追いかけて切りつけたということです。また容疑者の自宅アパートからは犯行に使用したとみられる包丁が見つかっています。